トゥーハルナズチャンネル。今日の動画は年が明けてお寺や神社にお参りに行った動画をお届けしたいと思います。私は今回3つの場所に行ってきました。その時に活躍したのがこの初詣パスです。1月限定で阪急電車で発売される特別なチケットなんです。このチケットの魅力は500円でなんと3つのエリアの電車が乗り放題になります。そしてなんとなんと各お寺や神社でプレゼントがもらえるチケットもついてくるんです。このチケットは毎年1月に発売されるので、皆さんもぜひ1月に日本に来られる際はこのチケットを買ってみてくださいね。それでは Let's get started。 私が一つ目に訪れたのは門戸薬人。兵庫県西宮市にある門戸薬人は厄除け厄払いで有名なお寺です。境内には階段があり、段を上ることで厄を落としていくという習わしがあります。階段の左側にカゴが置いているのが分かりますか？階段ごとにカゴが置いてあり、そこに1円ずつ入れると厄除けになると言われているんです。日本に行くと神社やお寺で煙をかぶっている人たちをよく見かけると思います。何をしているんでしょう？日本には香炉の煙を悪いところにかけると治りが良くなると言い伝えがあり、参拝者が香炉の周りに集まり煙をかぶるようになりました。私も頭が良くなりたいので頭に煙をかぶります。はい、このチケットでハーマーヤをもらいました。これは矢の形をしているので、この矢で悪を破りますという意味があります。門戸薬人に来たら絶対に食べてほしいのが厄除け饅頭です。厄除けは英語でアムレットという意味があります。では厄除けのために早速食べていきたいと思います。見てください、お饅頭です。いただきます。めちゃくちゃあんこがいっぱい入ってます。このあんこの甘みが口の中に広がってとっても美味しいです。今年も私に厄が来ないようにこれを食べながら願っていきたいと思います。では次は清志高原に行きたいと思います。兵庫県宝塚市にある清志高原は火の神として親しまれています。清志高神駅から清志高神へ向かう約 1.2km の坂道には商店街があり、たくさんのお店で賑わっています。おみくじをやってみましょう。これはフォーチュンクッキーのようなものでおみくじと呼ばれています。棒を1本引きます。番号が書いてあります。68番です。その番号のついた紙を受け取ります。おみくじには運勢、結婚、旅行、仕事、学業、方向についてのアドバイスが書かれています。読んだ後は神社やお寺の木の枝や垣根に結びます。はい、正福橋をいただきました。これはラッキーチョップスティックと言われて幸せが訪れるお箸です。お家で飾りたいと思います。次は中山寺に行きます。兵庫県宝塚市にある中山寺は安産祈願で知られるお寺です。
境内にはエレベーターやエスカレーターが設置されているほか、茶屋や休憩ができるお堂もあるため、ゆっくりと回ることができるお寺なんです。お祈りの後、寒くなった体にぴったりの飲み物を紹介します。それは甘酒です。甘酒は日本の伝統的な甘味飲料であり、主に米麹と米、あるいは酒粕を原料としています。とってもあったかくて、ふんわり甘い風味っていうのを感じることができるので、ぜひ買ってみてください。それでは飲んでいきたいと思います。冬の寒い季節にこの甘酒が体に染みてスーって体が温かくなります。とっても美味しいです。はい、初詣いかがでしたか？私もたくさんお祈りをしたので、今年は絶対にいい年になると思います。最後まで見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram フォローお願いします。サブスクライブ、いいねお願いします。それでは See you on the next video!